気分がどうか。どう違うか。気分は、路上ライブはある意味こう PA とかを通さずに自分たちでもう、ある意味なんか一番僕らのなんだろうパフォーマンスを見せられる場所ではあの路上ライブ、うん、最近はもうライブハウスに移ってきて、ある意味そこのこうもっと大きなステージでどう見せるかっていうのは今もう試行錯誤中というか。プログラムはいっぱいありますので、あの2人で曲作るときはいつもどっちかのこうフレーズトゥルトゥルトゥル弾いて、でそれあいいねってなると2人であこうセッションして合わせて作っていって、で俺は割とあのその大雑把って感じ。大雑把、大雑把ってこうフランク雑把してる違う違う大雑把日本語こうちょっとまあ、ジローはすごいこう、すごい考える。俺はフィーリングが、いっぱいフィーリングでこう出る。だから、ジローはよく、あ、こここうして、俺のこの、あ、チェンチェンって言ってくる。けど、俺はこう、いや、こっちでこっちの方がいいよっていう、そういうなんかちょっと、たまにだから、まあ、お互い意見が合わなかったりしたりとか、まあ、あとは単純にフレーズは思いすぎたけど、なんかやっぱ微妙、あまり良くないなって、どっちにしたりとか。ジャガルタの皆さん、こんにちは。タロアンドジローです。本日初めて、ジャガルタでライブをしましたが、ジャガルタの皆さんで、ね、本当に暖かい。暖かいです。気温も暖かいですが、人々も暖かいです。人々も暖かい。僕らが初めて日本以外のアジアの国で最初にライブをやった、ね、国ということで、これからも、どんどんインドネシアでもライブやっていきたいと思うんで、よろしくお願いします。タロアンドジローでした。アパカパアパカパそうだよね、まあ、ハワイ、ハワイ、あーなんだっけ、たまかしー、バイバイ、じゃあ頼むような顔しながら、あなたはいつも善人でいたい。いくらだって嘘をつける、仮面をかぶり、呪ってかぶり、知らぬふりをして、わかってるって黙ってろって、下がってろよ邪魔ばっかすんな。顔で奪い合って、あなたはいつも平和を歌う。